皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。神田野菜です。今日は、いとこの結婚式に行ってきました。で、今日は野菜セットの出荷日なので、6時半までに急いで野菜セットを作って、あと1時間半以内に出荷したいと思います。はい、じゃあそれでは畑に行ってきます。はい、すいません、ちょっと時間がないのでバタバタと行きますが、3号地着きました。今からですね、野菜を収穫していきます。で、野菜は、今回野菜セットはですね、超特急便ということで、収穫してもすぐ袋詰めして発送する、セットになってますので、今からね、取ってすぐ家帰って袋詰めして発送しという流れですね。はい、じゃあ取っていきます。はい、ズッキーニ、ピーマン、ししとうですね、3種類、4種類取りました。じゃあ次はですね、スコップを使って、ごぼうと人参を取りたいと思います。はい、じゃあ収穫終わりですね。こちらの畑では根菜類ですね、メインの人参とあとごぼうですね、ミニごぼうになります。前回収穫の時よりね、ちょっと大きくなりましたね。ミニごぼうで50センチぐらいが一番いいそうなんで、もう少し長くてもよかったですけどね、まあ、これでも結構いいごぼうや、いいごぼうが取れたんで、これもね出そうと思います。で、あとはシジトウと、こちらの方がズッキーニちょっと大きくなりましたが、これでもね、スープにして食べるとすごく美味しいので食べてください。あとピーマンですね、こちらが子供ピーマンとあとジャンボピーマンですね。あともうちょっとピーマンあったんで取っていきたいと思います。はい、じゃあピータローがね、やっともう取れ出してましたので、こちらの方がですね、ピーマン今回メインになります。はい、じゃあ家帰ってあと包んで送りたいと思います。あ、ビーツ取るの忘れた。ビーツを取りたいと思います。はい、じゃあビーツ取ってきました。じゃあこちらビーツ収穫したてですね。はい、じゃあこれはね、洗わないということなんですけども、一応ね、こんな感じで出荷調整ぐらいはある程度して送りますので、こんな感じですね。古い葉っぱとかを落としてこれで出荷しようと思います。はい、じゃあそれでは家帰ります。上下が逆です。間に合った。これで今から米買い元に持っていきます。よし、オッケー、間に合った。よし、じゃあ持っていこうか。はい、上下逆を間違えてちょっとコンパしてしまいましたが、前回も間違えたけどね。前回も間違えたけど、なんとか間に合いそうです。現在17時、現在17時47分ですね。間に合いました。はい、じゃあ今からこの近所の黒猫大和に行きたいと思います。できたね。うん、そうそう。でも今日は出ましたよとか言われたら最悪。待ってたらいいよ、先に出てもらったら。使えるけど、黒猫大和のキャッシュレスメンバーの方が安い。
番奥に一番奥に一番奥にあ、一番奥にでかい